どんぶらこどんぶらこって桃太郎以外で全く聞かない。はい、どうもこんにちは、リョルです。今回も激うま試合コーチングやっていこうと思います。今回見ていくのが最高 XP が2933、年齢が14歳、若い、若すぎる。使用武器がゴーニーガロン、一言コメントがサイド展開を多くしましたということで、サイド展開ね、結構懐かしい単語出てきたね。スプラ2の頃一時期流行語大賞みたいになってたからね。まあ簡単に言ったら敵の横を取って味方と挟み撃ちしましょうねってやつやね。さあリザルトから見ていきましょう。21キル4です。ナイスやな、これ。俺は、メロンくんばりのゴーニーガロンが見れる予感だね。うん。ゴーニーゴーニーラピデコエリデコの、ゴーニーシャーカートラストロング。なるほど。まあ、編成的にはどうだろうか。まあ、こっちの方が有利かな。カニ目線、メガホン3本あるのきついと思うしね。まあ、こっち塗りも強いし、硬いしね、キルも取れる編成ってことで。まあ、相手もね、塗りあるし、キル取れるんだけど、こっちの方がまあ、動きやすそうって感じかな。ロングとかね、シャーカーが結構固形ボム、まあ、ロングは固形ボムあるけど、シールド結構きついからね。さあ、初動はしっかりとメインの技量というか技術力を生かして、連動を生かしてキルを重ねていく。ナイス2キル。で、2キル取った後すぐ、あー、前出るの早いね、やっぱり。うん。ちゃんと警戒もしつつ、メガホン貯めて、メガホンで敵、邪魔な敵どかしてから、前上がっていく。偉いね、これ。ナイス、うまい。うん。で、スニーキン、うまいね。なんか、ちょっとこの30秒見ただけで、明らかに上手いっていうのが分かるね。キル取った後ちゃんと前に行くスピードも速いし、まあ、入りづらいと思ったらスペシャルで敵をどかすっていうステップを入れてから入って、キル取ってなおかつスニーキングで警戒もしてるっていう。で、ロング倒して、さあ、周り塗り広げて、潜伏で残りのやつを狙っていくと、上手すぎる。ちゃんとイカランプ見てる証拠やね。シャープマーカーが残ってるっていうのが分かるのは。まあ、イカランプ見たらシャープマーカーがデスしたかデスしてないかっていうのは分かるから、まあそこを見たときにね、シャープマーカーデスしてないから、まあ後ろに残ってるだろうっていう予測を立てて、ちゃんと後ろに、倒しに行くと。さあ、で、ここで無理はしない。敵高台入ろうとしつつ、メガホン溜まったからメガホン使って、また敵高台に入っていくと。で、アグラと足並み揃えて、味方の後ろついていくことによって、しっかりとカバーも狙える。まあここまで見てわかるのが、無理してないよね。やっぱデス多くなっちゃうんですって人の多くは、無理してることが多い。それ行くんや、みたいな。絶対死ぬけど、それ行ったら、みたいなとこ行くことが多くて。この人ね、さっきもあったけど、こう正面から上がろうとして敵に見られてたらきついから、ちゃんと下がって別ルートから行くっていう。で、メガホン使って敵どかして、っていう風にちゃんとこうやって味方をおとりにしたりね、いろいろ考えて動けてるね。で、キャラコンとエイムをピカイチとしっかりとここでトラストを、仕留め切っていく。で、敵高台取って、この、定石ね、もう上手い人の勝ちの方程式、キル取って敵高台を取る。これがマジ勝つための一番の方程式やから。もう敵高台取るだけでね、矢倉簡単に進むから、こうやってほら。で、潜伏してメガホン使って、ゴーニーの維持力を生かして、シールドで維持して、キルも狙っていくと。さあ、トラストしっかり倒して、これノックアウトじゃないんや、こんなボコボコ。あー、カニか。カニがラストね、いい仕事してんねや、これ。シャープマーカー、無理か、これきついか。さあ、また敵高台入って、うまいね、矢倉の使い方が。ただ、これはきついか。敵が多すぎる。いけるか。きついね、これは。あーこれ、いやーでも、めちゃくちゃナイスプレーだったな。かなりこのチームに貢献した動きやった。敵高台、この少年がしっかり抑えしたおかげで、味方は簡単にカウント進めることができたからね。味方のカバーもめちゃくちゃ熱かったし、ナイスすぎるね。さあ、で、打開、味方の踊りを、味方のヘイトを生かしつつ、前出て、キル狙っていく、ホップソナー警戒、ロングしっかり対面勝って、偵察いてるからそれだけ気をつけて。周り見つつ、しっかり塗り広げて、さ、敵のしぶきが見えたら、しっかりとイカ状態挟んでフェイント入れて、被弾を抑えていく動き。まあ、ちょっと今の見ていこうか。まあ、細かいねんけど、このヤグラの上での敵見えた瞬間ね。まあ、これじっとしてたらわかんねんけど、ここね。これ見えた。今一瞬敵の姿が見えたと思うねんけど、この一瞬敵が見えて、自分がなおかつセンサーついてるってことは、まあ、敵に自分の位置確定でバレてるってわけやんか。ってことは、同じ位置にこうやって居座せたら、撃たれてやられる可能性があるから、こうやってほら、一瞬でこのステップを踏む。ほら、これ見て。撃たれてるやん。これステップ踏んでなかったら撃たれてやられてるやんか。これナイスプレイだね、これ。これってか結構中級者ぐらいの人とかもやったらね、説明しないと、そもそもこれが分からなかったんじゃないかなっていうぐらい細かい話やねんけど、そこの駆け引きでもめっちゃ大事やから。まあ、これちょっとかなりレベル高くてね、初心者中級者の人は真似するの難しいと思うねんけど、中上級者ぐらい、上級者と中級者の間ぐらいの人は。まあだから、XP2700、800以上とかかな、目指したい人とかは。こういう心理戦のテクニックとかもね、ちゃんと身につけたいかなって感じ。で、追い返して、で、まあ、もう矢倉は8カウントまで進んでて、まあ、これ以上乗り続けてもあんまり意味はない。別に今こう乗り続けたからってさ、ここまで進むだけだって8カウント以上取れるわけではないから、まあ、一旦ここはキルにシフトを変えてるって感じだね。
った5人倒して人数より作って、まあ、鍵来てるからここも無理はしない。ちゃんと鍵タンク避けて、鍵タンクが終わる頃にまた戻ってきて一回ヤグラに乗ってヤグラを前線にキープしていくと、まあ、ヤグラ前線にキープすることによってね、あのチーム全体の前線もキープされるし、まあ前でキル取ろうっていう意識が。おお、ナイス。これはラッキーキルなのか、まあいたのが分かってて予測で撃って倒したのか分からへんけど、どちらにせよナイスだね。さあ前出てシールド使って塗り広げて敵見つけて、でも弓にも撃たれてて2対1になるから、ここは危ないからしっかりと下がっていく。ここはほんまに無理する必要なくて、なんでかっていうと、さっきも言ったけど8カウントまで取ってるから、ここで無理してデスするよりは前線キープし続けて時間稼ぐ方が大事やからやね。もうこれあのギャンブルやる人とかやったら分かると思うねんけど、これ利確です。これ利確、ある程度買ったからこれ以上リスクを犯さなくていいよねっていう利確です。これはすいません、あの教育に悪い話をしまして、みんな大人になってもギャンブルは絶対やったらあかんぞ。あのやるにしても、あのなくなってもいいお金でね。はい、というわけで話がそれたんですが、続き見ていきましょう。メガホンで敵を炙り出して、まあ味方に落ちしちゃったからね、ここは敵に前線上げられないように潜伏で、もしくは裏取りでキル狙ってくるって感じかな。うんうん。さあここいけるか。あー、これ IH 取っちゃうのちょっともったいないかなと思うわ。ここって全く無理する必要なくて、まあさっきも言ったけどカウントリードしてるから、まあ落ち着いて潜伏してキル狙うでよかったかなと思う。こうわざわざリスクを犯してこっち側に行かなくてもよかったかなとは思う。下に潜伏とかでもいいと思うよ。上登らずね、味方がデスした時点でもう自分が上に上がっても結局できることって1対1キル潜伏でするかとか対面勝つかって話だから、まあ、だったらあの潜伏キル取りやすい下にいる方がいいかなとは思う。あ、で、上から飛んで見えたシャープマーカーしっかりと味方のカバーで倒して、ロングもシールドを使って倒して、うまいね。基本に忠実。さあ、ここで裏からもカバーをしていく。もう一個倒して、正面からポイズン飛んできたから弓がいるのが分かって、シールドを使って正面上がっていく。前線上げて、で、敵いっぱいいてきついから、これは無理はしないと。で、味方がデスして敵がね、上から降ってくる可能性を考慮して潜伏して待つって感じだね。さあ、来そうやで、これ敵来るか来るか。まあ、この味方がね、あ、ほら、だいたい、来た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 、ほら、ここにいるから、味方をおとりにしっかりとキル狙っていく。あー、これ相手の弓がうまい。これ相手の弓うまかったね。うん。でも、このカバーの判断とかもめちゃくちゃ良かったよね、潜伏の。あの、一個前の、あそこのです、強人と相打ちにやったやつ、敵高で。あれはまあ一個ミスプレイかなと思うけど、それ以外は今のところほぼ完璧なプレイかなって思います、個人的には。さあ、周り見て。対面力、いや、やっぱね、いやこれ年齢のせいにしたくないんだけど、やっぱね、若い人ってね、対面マジ強いわ。エイムもいいし、キャラコンも早い。年取るとそうじゃなくなんねえな、なんか知らんけど、マジで。悔しいわ、ほんま。いや、うまいな、マジで。エイムがめちゃくちゃいい。さあ、また敵高台を抑えて、やっぱ正面から入るのは難しいって分かってるから、無理して入りに行かへんのがマジで偉い。正面からヘイト買って、正面にヘイト集めて、左がちょっと薄くなったかなと思ったら、左から顔出す、みたいなね。さあ、これも、ヤグラ無理して乗らずに、味方のカバーで、チーム全体のこう、有利状況をキープしていく。ヤグラね、8にしようが7にしようが、相手のカウント84で変わらんから、そんなに。それだったら、まあ、負け筋になりにくいように、前線をキープし続ける方が大事ってことで、ヤグラを降りてるって話だね。うん。さあ、メガホン避けて、キャラコン凄まじく早いな。さあ、無理はしない味方に飛んで回避していく。さあ、シールド使って味方のカバー。さあ、で、左に敵がね、あの、弓とシャーカいるの分かってて、フリット分かったから、ここを避けていく。で、ここでデスするとさ、敵って前線無限に上げてこれるやんか。だからデスしないようにしっかりと生存して、敵の前線が上がりきらないようにシールド使って。これ自分がデスしようがデスしなかろうがあんま変わんなくね、結局打開にはと思うかもしらんけど、自分がデスしないことによって完全打開にならないのね。これ自分は潜伏でキル狙えたりとか、シールドで前線キープできたりとか、まあ、敵視点警戒しないといけないわけ、この5人ガロンっていう存在を。その事実がめちゃくちゃでかい。まあ、初心者にはね、何言ってんのお前何残っちゃってわからんかもしらんねんけど、まあ、中級者ぐらいかなになるとね、すごい大事なことって分かってくると思うから、まあ、今初心者で何言ってるか分からへんって人は、まあこれ頭に入れつつ、まあ行き詰まった時とかにね、またまあ見に来たりとか、まああと自分が上手くなったりしても、あ、そういうことやったんかって結構気づけると思う。うん。さあ、で、ここは裏取りでキル狙って味方が2落ちも取ってくれてるしね。いい感じに。ナイス、挟み撃ち。これで、勝ちと。いや、上手かったな、マジで。はい、ということで、リザルト通りのめちゃくちゃうまいプレイ見せてもらいました。なんか試合始まる前にね、メロン君並みの5人から見れるかなとか言ってたけど、結構マジでそれぐらいのうまさだったね。無理せず、常に自分ができる最善を取り続けるっていう行動が、言葉で聞くとね、できそうやねんけど、実際プレイにすると、試合中の情報量って多すぎてめちゃくちゃ難しいから、それをちゃんとできてるのがめちゃくちゃ良かったね。今は2900って返したけど、絶対もっと上いけると思うから、これからも頑張ってほしい。コーチングするから動画の感想コメント欄で待ってるんで、よければお願いします。それでは次回のところでお会いしましょう。さらば。